三浦種吉は、鎌倉時代前期の三浦一族の武将。三浦義住の伐士。鎌倉幕府の御家人。上級三年の上級の乱では、京型の主力として戦った。元級二年の畠山重忠の乱、牧師事件に、兄の三浦義村と共に出陣。建略三年の和田合戦でも、功を立て。 憲法6年6月27日の源の佐根友の左大将廃画には F の一人として参列していたことが、あずま鏡で裏付けられる。その後、K に上って、ケビン司法官に任じられたとされるものの、その時期や経緯は不明。上級記事項寺元によれば、後鳥羽上皇の近親の藤原秀康から、挙兵計画への参加を説得された際、秀康から、 本拠地である三浦や鎌倉を振り捨てとで、宮遣いしているのには何か訳があるのだろうと、尋ねられた。種木は、自分の妻は二代将軍、源、頼家の愛称で若君を産んだが、頼家は、条と時政に殺されてしまった。さらに若君も、その子の義時に殺されてしまった。自分は、先府と子を、北条氏によって殺されて嘆き悲しむ妻を哀れに、思い。 鎌倉に謀反を起こそうと刑に上ったと述べている。その一方で、上級期枯渇事本には、大盤の次で在京してこう、ければとあり、大盤役として上京したまま任期が明けてもそのまま、刑に止まっていたと読み取ることも可能で、上級の乱当時、在京していた経緯については、不明な点が多い。拒兵計画に参加した、種木は、軍議で、朝敵となった以上、 義時に味方する者は千人もいまいと楽観的な見通しを述べている。また、秀康から拒兵計画への参加を説得された際も兄の吉村は極めてあーのものなので日本国葬追武士に認じられるなら必ず味方すると確約しており終始楽観的な見通しを持っていたことが裏付けられる。しかし、期待の吉村は種木から使わされた死者を追い返した上に託された 密商幕府に届けてしまい、種木の木山は崩れ去った。一方、鎌倉では、上皇挙兵の方が伝わるや、北条政子が幕府創設以来の頼朝の恩公を訴える史上、名高い演説で御家人らの指揮をこぶ。東鏡によれば、この際、政子は、秀康と種木の名を逆進として挙げており、種木は、京型の中心人物という位置づけだった。合戦が始まるや、 京型の大将軍として、美濃国と宇治川で、幕府軍と戦うが敗北。幕府軍が京に乱入した6月15日には、院の御所で最後の一戦を図るが、御所の門を閉じられ、追い返されてしまい、逆に乱を引き起こした防震として、逮捕の院前を出されてしまう。種には残った京型武士と共に、当時に立てこもるが、上級期事項寺元によれば、この際、兄、 吉村との対面が実現している。しかし、種木は、種木を燃えへば口をしや、今ただに、がましく、あれにて自害戦と思えつれども、和でに、原産戦とて参ってこうなりと兄に熱く呼びかけるものの、吉村は、知も者に掛け合い手いきなりと取り合わず、その場を立ち去ったという。その後、種木は、子息の種れ金吉と共に、西山の岸まで自害した。 東国に残していた幼い子たちも、長子を残して処刑された。上級期枯渇事文には、種木その罪重視とあり、種木を、京型の中心人物とみなした上での厳罰だった。ありがとうございます。